タクシードライバーの仕事の魅力は、はい、こんにちは。タクシー検索サイトプロタクの藤野です。このチャンネルでは新人のタクシードライバーの方やタクシー業界に興味を持っていただいている方にお役に立てるような情報を配信しております。今回のテーマはこちらでございます。タクシー会社の求人内容で押さえておくべきポイント、働き方編となります。貴重なお時間いただきますけれども、最後までご視聴お願いいたします。タクシードライバーという仕事、歩合給というところでやりがいとか魅力を感じていただいていますけれども、まあ、中にはですね、労働時間が一体何時間働くのかわからないと、噂話でなんか丸1日以上働くみたいなことを聞いた結果、あ、タクシーそんなにハードならやるのやめようかな、なんていうふうにおっしゃる方がおられます。タクシードライバーの仕事の魅力は歩合給です。ただその一方で、まあ、労働時間に関して特にタクシー業界の経験がない方からすると、一体何時間働いてるのか想像もできないと、噂話でなんか1日以上働くとか全然休みがないというふうな、まあ、噂を聞いてタクシードライバーになることをどうしようかなと悩んでらっしゃる方が、まあ、実際におられるというので、まあ、弊社の方にもですね問い合わせをいただいたので、なので今回はですね、実際にタクシードライバーの労働時間はどうなっているのかというところで、この働き方のお話をさせていただきます。今回のお話なんですけれども、厚生労働省が出しておりますタクシー運転者の労働時間の改善基準のポイントという、まあ、ちゃんと根拠に基づいたお話をさせていただきます。まあ、この改善基準のポイントですね、まあ、気になる方はですね、番組概要欄の方にリンクを貼っておきますので、詳しくはそちらの方を確認していただければ幸いでございます。ではですね、まあ、実際にちょっと内容を見ていこうと思います。今回はお伝えさせていただく内容は大きく分けて3点です。まず1点目が勤務体系、そして2点目が勤務スケジュールで、3点目が、まあ、1日の流れといったところで、本当にタクシードライバーになるにあたって、働き方の基本中の基本のお話をさせていただこうと思います。ではですね、まずこの勤務形態の方から入ってくるんですけども、タクシードライバーの勤務形態は大きく分けて2つあります。まず1つ目が確実勤務と呼ばれるものです。そしてもう一つが日勤と呼ばれるものです。まずはですね、この違いから申し上げますと、確実勤務はざっくりお伝えすると1日働いて1日休みで、また1日働いてというような勤務形態となっております。なので、まあ、タクシードライバーの方って丸1日働くんですよねとかっていう風に聞いたことがある方の、まあ、イメージはどこから来てると、この確実勤務っていうのが、まあ、根拠になってるっていう感じですね。で続いて、まあ、日勤と言われるのが、だいたい1日10時間から12時間ぐらい働いてっていうのを毎日繰り返していくっていうような勤務形態です。でこの確実勤務も日勤もそれぞれシフトがありまして、早番とか遅番っていうのがあります。でまずじゃあこの確実勤務の方の早番遅番っていうと、これもざっくりなんですが、だいたい早番と言われるのはですね、午前中に出向します。そして翌日の、まあ、1時以降、深夜1時から朝方の5時、6時くらいまでにかけて飛行すると。なのでこの出航時間っていうのも午前出航なので、本当に早い会社ですと朝6時とかからの出航があって、大体本当午前中11時とか12時くらいまでこう出航時間があるっていうのが、まあ、いわゆる早番って言われるような勤務形態になります。で続いて、まあ、遅番ですね。遅番は午後に出航して翌日の午前中からお昼ぐらいにかけて帰ってくるという勤務形態ですね。なので、まあ、13時から遅いところだと16時ぐらいまであるのかな、はい、ぐらいにかけて出航して、翌日の朝の、まあ、9時、8時、9時ぐらいから11時ぐらいまでにかけて帰ってくるっていうのがこの遅番の勤務形態となります。で、まあ、続いて日勤って言われるのが、まあ、先ほども軽く触れましたけども、昼って言われるのが本当に朝の6時から8時ぐらいまでに出航して夕方ぐらいに帰ってくるというものになっておりまして、でナイトっていうのが大体4時とか5時ぐらいに出航して朝方の4時5時ぐらいに帰ってくるというような勤務形態になっております。まずこの動画なんですけども、2021年の1月10日に撮っております。で、まあ、緊急事態宣言下なんですけども、この緊急事態宣言が発令したことによって、夜の8時以降街に人がいないんではないかといった部分もありまして、タクシー会社の方もですね、流動的にこの確実勤務から日勤に変わることができたりとか、あとは平日は外出自粛ですけれども、まあ、週末金曜日とか土曜日になると特に、まあ、日中を中心にですね、仕
渋谷新宿あたりですかね、まあ、人が集まるんではないかといった部分もありまして、土日だけ日勤で乗務できるというふうにですね、流動的に勤務形態を今調整ができるような条件にもなっているそうです。前回のですね、緊急事態宣言の時もそうだったんですけども、やっぱり外出自粛っていうのがまああって、とはいえやっぱり毎日こう家にいると気が詰まるというところで、土日になったりとかすると新宿とか渋谷を中心に日中ですね、人が集まるといった傾向もあったんですよね。そういったことも踏まえて、今後ですね、平日に関しては確実勤務で乗務をして、土日の日勤だけ、昼日勤だけ乗務をするといった対応をしていくタクシー会社も今後出てくるのではないかなと思います。で、続いてこの勤務スケジュールに関してなんですけども、確実勤務とまた日勤でですね、1ヶ月あたり最大に乗務できる日数がちょっと異なります。まあ、当然ですね、あの確実勤務は約1日ですね、働いて1日休みといった部分もありますので、基本となる乗務日数、乗務日数っていうのが、11乗務、要は11日か、もしくは12乗務、12日間、乗務をするといった部分になっておりまして、で、月間の最大の労働時間っていうのも決められています。これは本当会社によって違ってくるんですけども、大体260日間か、もしくは270時間の、まあ、上限があって、それを超えることができないといった月間の労働時間が決まっているという部分ですね。で、続いて日勤、日勤に関してはですね、まあ、大体その確実勤務の場合で、ベースとなる乗務日数が22乗務から24乗務がこれベースになっていると。で、月間で乗務できる日数が最大で299時間というふうになっております。で、まあ、こういった話をすると、あれ、うちの会社なんか13乗務してるなとか、日勤の方ですと、あれ、うち25とか26乗ってるなというふうにシフトになってる方もおられると思います。だから、この13とか今言った25、26とかっていうのは何に当たるかというと、これはまあ世間的でいうところの休日出勤に当たるという部分ですね。なので、まあ、タクシー会社によってはですね、ベースとなる最低限の乗務日数が11乗務っていう会社もあります。なので、そういった11乗務の会社に関しては12乗務目、13乗務目っていうのが、まあ、休日出勤になりますね。まあ、業界ではですね、公室とか公でとかって言われる呼び方をされております。まあ、これ労働基準法に基づいて、公室公では休日出勤なので、休日出勤手当っていうのが各々の会社でちゃんと支給されるというような仕組みになっております。はい。で、続いて3番目の1日の流れですね。また確実勤務と日勤の方で説明をさせていただきます。まず確実勤務なんですけども、1日最大で乗務をできる時間というのが21時間となっております。で、まあ、ここポイントなんですけども、乗務後20時間は休息に、まあ、当てなきゃいけない。なので、この20時間というのは基本的に乗務ができないです。で、まあ、じゃあこの最大21時間の中には何が含まれているかと申しますと、出庫前の点呼とか、あとは飛行後の納品作業、こういったものも含まれていますし、あとはこの中に休憩ですね、休憩っていうのも含まれています。で、休憩なんですけども、60分というまとまった休憩をベースにして、まあ、大体会社によって規定変わってくると思うんですけども、2時間から3時間はこの最大21時間の中で必ず取らなきゃいけないというふうになっております。で、続いてこの日勤の勤務時間ですね。基本的には13時間がまあ乗務時間になっております。乗務後ですね、8時間は休息をしなきゃいけないというふうになっておりますので、一応ですね、労働時間の改善基準のポイントの中にはですね、最大で16時間まで延長が可能だというふうにも記載をされております。この日記に関してもですね、あの出庫前の点呼とか飛行後の、まあ、納品作業、あとは、休憩ですねっていうのも含めて、この13時間の中で、取らなきゃいけないというふうになっております。で、まあ、こういった説明をするとですね、すでに現役のドライバーの方からしたら、あれ、うちの会社なんか20時間だよとか、ナイトに関しては10時間だよというので、ここにまあ期待をされている時間よりもまあ短く設定をされている会社さんももちろんあると思います。じゃあなぜこういったことが生まれるかと申しますと、まあ、相番と言われる他の出番の人たちとの、まあ、絡みだったりとか、あとそもそもですね、これ最大の時間なので、会社の方でもう最大これだけ走れますよっていう風になってしまうとですね、本当これ1秒でも1分1秒でもあのオーバーをしてしまうと、これはですね、監査の対象になってきたりとかしてしまいます。なので管理ギリギリになってしまうと、
何かあった時にですね、まあ、ゆとりがないのですぐに監査の対象になってしまったりとか、まあ、そういったリスクもまあ、あるので管理という部分である程度ゆとりを持たせるために会社によっては最大20時間とか基本その日勤者に関しては10時間にしてたりとかっていう風に今なってるんではないかなと思います。今回ですね、タクシー会社の求人内容で押さえておくべきポイント働き方編ということで、まあ、労働時間に関してのですねお話をさせていただきました。まあ、先ほども何度かまあお伝えはさせていただきましたが、会社によってはですね、いやここに書いてあった数字とかとは全然違うよとか勤務形態も全然違うよという部分もあるとは思います。ただ、まあ、何を根拠にそのような形になっているかと申しますと、まあ、労働基準法ですね、それがまあベースになってそこからまあアレンジが付け加えられているというのが各々のタクシー会社でやられている部分です。こちら共通して言えるのが今ここにある基準の数字ですよね。最大262時間かもしくは270とか1日最大で21時間ですよなどのこの条件ありますよね。どの、まあ、タクシー会社もですねこの上限が絶対に超えないようにするために各々にルールが決められているというふうになっております。タクシードライバーの中には、まあ、休みが多いとか使える時間が多いというふうにおっしゃっているドライバーさんも事実おられます。その根拠は何かというと、この確実勤務だった場合ですね、乗務後ですね必ず20時間空けなきゃいけないという、まあ、ルールがあったからこそなんですね。まあ、もちろんですねこの20時間時間があるとはいえですね、これまあ休むというわけではなくて休息というふうになっておりますし、そもそもですね体調管理こういったものがしっかりできていないとこの20時間っていうのをですね自分の時間として有効に活用をすることもやっぱり難しいんじゃないかなと思います。この20時間という時間があるからこそこの時間をですね好き放題過ごすということをやっていると、そもそも乗務の方に差し支えがやっぱ生じてしまいますので、なので本当にこの20時間っていうのはまずはその体調管理とか体を休めるといった部分をまあベースにしながら余った時間で自分のやりたいことをやっていくというふうにやると時間をですね有効活用していけるんではないかなと思います。